ソープボックスはエンジン等の動力を持たず原則として重力のみを動力源として走行する車両をまたはそれを用いて行うレース動力を持たない車両によるレースではあるが一般的にはモータースポーツの一種に分類される英語圏ではソープボックス以外にボックスカートまたはグラビティレーサーなど複数の故障が存在し日本でもソープボックス ボックスカートの名称が混在して使われているが、本校では便宜上、ソープボックスの表記で統一する。ウォッカースバック基本的には動力を持たないカートで、数と乗りの四輪車として制作されることが多い。競技としては、坂道の上から下り道を走行するが、動力は重力とスタート時にチームメンバーがカートを押すことで得られる。推進力のみのため。 いかにロスなくコースを走行するかが競技の鍵を握る。競技に参加する車両は、チームメンバーにより自作されたものを使うのが、一般的で、多くの競技会では、走行性能以外に見た目や、パフォーマンスオリジナリティなどに対する採点を行い、それらの総合点で順位を競う。そのため、走行性能を度外視し見た目優先で制作された、車両も多く競技に参加している。 ウォッカースバック欧米では20世紀初頭から動力を持たない自作車両を用いたレースが行われていたと見られている。1934年にはアメリカ・オハイオ州アクロンで初のソープボックスダービーが行われ、囲碁道大会は毎年開催されソープボックス界の全米選手権的存在となった。グッドウッドフェスティバル・オブ・スピードでも2000年から2004年にかけて ソープボックスレースが開催されている。日本では2001年にソープボックスダービー日本グランプリが初めて開催され、2003年には関谷正則、横溝直樹が中心となり、特定非営利活動法人日本ソープボックスダービーを設立。以後毎年春に同団体主催による日本グランプリが開催されている。またモータースポーツジャパンでも2009年より、 ソープボックスレース MSJ グランプリが行われているほか、同年にはレッド、ブルーボックスカートレースが日本で初開催された。ありがとうございます。